皆さんこんにちは、自動車ライターの伊藤あずさです。今日はまた女子会ということで、相沢奈々子です。関ゆきです。イエイエイ。いつものメンバー、いつものメンバー、いつめんで集まってます。女子会、まあ、ということでね、はい、今日も3人でドライブしていきたいと思うんですが、はい、はい、まあ、以前スイフトスポーツっていう鈴木の車をやったのは覚えていますでしょうか。スイスポ、うんうん、お、そう、スイスポ覚えてます。ね、黄色い車だったと思うんですけど、黄色い車結構ね目立つ感じのそうそうそう、はいはい、で今回は鈴木のそのスイフトのスイフトスポーツのベースになるスイフトがフルモデルチェンジしたということで、フル、はい、そうなんですね、そうなんです。今年入ってもすぐ、今年最近本当にフルモデルチェンジしたばっかりです。ルルルルル。なのでこれを3人で乗っていきたいかと思います。やったやった。でね、今回結構スイフトって今までのイメージだと割とこう運転大好きな男性とかが買いがちなイメージあったんですけど、うん、今回デザインがガラッと変わりまして、うんうん、まあ、女性が乗っても可愛いんじゃないかと思うので、だってカラーもね、もうこのオレンジめっちゃ可愛いですよ ね、 ね、こうちょっとビタミンカラーみたいな感じで、はいはい、どうですかお二人から見て、新しいスイフトのデザインとかは。おでかいですね、グリル。あ、確かにグリル大きい、しっかりしてて、うんうんうん、ここはなんか力強い感じが、うん、ね、なんか今まではもうちょっとカバっていう感じだったんですけど、ちょっとこうキラキラしたパーツがついてみたりとか、ちょっとこのラインがなんか笑ってるみたいな感じで、うん、めっちゃ可愛いですよ ね、 ね、ちょっと遠目から見ると。そうそう、結構ね、ヘッドライト周りとかも形状がもっと今まではやる気が向きって感じの、うん、シュンって感じですか。クールめな、そう、ちょっと柔らかい印象に。確かに、ちょっと優しそう。なので、もう割と誰でも乗りやすいデザインにはなってるのかな、うんうん。確かに。主張がすごつ感もなく。ちょっと変わってるよね。もうボンネットも、はいはい、こう切れてる。ね、そうなんですよ。ちょっとプレスが入ってて、はい、リガーになってる。そう、ちょっと丸っぽくなって。うんうんうん。可愛い、可愛らしい。女性受けしそう。確かに。カラーリングもね、さっき言ってくれてたけど、うん、オレンジもあったり、もうちょっとクリーム色っぽいグリーンだったり、かわいい。なんか給食ぐらいありましたよ。お、給食あった。給食。スーパーのカラーとかもできたりしたりするので、うん、その辺もね、色でも遊べちゃうか。うん、お、あずさんなんかオレンジ似合ってます。あ、いや、似合いますか。うん。いやいや、ゆきさんも似合ってますよ。そう、元気な感じ。あー、かわいい。やめたする。はい、次の方。どうぞ。あ、いいね。あ、いい。バックショット。ね、なるほどね。いいね、いいね。かっこよくも乗れる。可愛くてもいいし、かっこよくてもいい、ね。どちらもいける。似合いますね。いい感じだ。あ、もうスイフトいろいろ変わったんだけど、まあ、今回結構大きな改良が、エンジンが4気筒から3気筒になって、お、まあ、コンパクトになったんだけど、まあ、パワーはそれなりしっかり出るし、うんうん、燃費がめちゃくちゃ良くなりました。ありがたい。ありがたい。ありがとうございます。助かる。燃費は大事。そう、しかもマイルドハイブリッドなので、よりそのあたり、ね、燃費がより伸びるようになっているので、マイルド、まあ、マイルド。そう、普段使いもすごく、ね、うん、財布にも優しくなって。最高、走れる。ありがとうございます。モデルになってますね。ちょっとじゃあ短め。7個のこのサイズチェック。ちょっとね、傾斜的には5度ぐらいかな。ちなみに7個のここは何センチなの？70センチです。70センチ。大体。大体で70センチ。大体70センチでこんな感じです。今、荷室チェック以外にこの腕チェックが今度入るんです。もう全身で測れます。フルで使っていきたいと思います。はい、ね、結構コンパクトでいたり、こっち側サイズ、はい、行ってみましょうか。え、今回かなりデザインとしてあと機能として大きく変わったのが、このリアのドア、ここにハンドルついてる、まあみんな当たり前じゃんって思ったもんね、うんうん、前はここについてたの。お、そうでしたっけ。そうだよ。あ、なんかベゼルとかと同じ感じだった。なんかそうそうそう、私分かんなかったんだもん。そうだよね。あ、そうだ、諦めなくてまだそこに慣れてなくて、そのドアに。これだったらね、誰でももう確かに乗り込めますよと。これはありがたい。そう、だから利便性も上がりました。かなり、ちっちゃいですね。結構可愛らしい、ね、この高さも。確かに、ななこちゃんから。でも、ちっちゃい、ね、誰よりも小さいですよ、今並んでもらったら。ほら、誰よりも、私たちよりも、私160ぐらい。やっぱコンパクトだよね。いい感じ。うん、やっぱ運転は絶対しやすいはず、このぐらいちっちゃければ。いいなぁ。ねぇ。
サイドもかなり好き。なんか見つけました。ハイブリッドがずるせん、これマイルドハイブリッドですよという主張が、なんか違和感スイフトにハイブリッド、こんなに主張が激しかったっけって思っちゃった、ね、ハイブリッドの、ハイブリッド、そう、今回から、まあ、マニュアル車にもマイルドハイブリッドが作れるようになりましたということで、なんかどれでも燃費よく走れますよ。そうか、マニュアルなのか。そうなんですよね、マニュアル減ってますからね。そう、これでマニュアルか。そう、スイフトスポーツだけじゃなくて普通のベースのスイフトにもマニュアルがあるっていう、すごい、結構なかなかコアな新しく出たのにマニュアルを選択してくる鈴木さん、あざす、あざす、友達みたいなのやつ来たんで、やっぱ鈴木とか松田だけだよね。こう普通に乗用車にマニュアル入れてくれるって、すごい。はい、まあ、こんな感じですね。じゃあちょっとリアのデザインも結構変わったんで、見ていきたいと思います。ででん。結構ね、ライトが立体的になってて、確かに、ね、結構ここがっつりなんか。強そうな感じで、ね、この字型のこのライトみたいな感じになってたりとか、はいはい、お尻から見ても結構スイフトだぞっていう感じがより伝わるんじゃないかと思いますね。スイフトだぞハイブリッド取り合い取り合いハイブリッドじゃあ鈴木ではい、はい、まあ、こんな感じでね、お尻は結構スポーティーな感じで、確かに確かに、私前とちょっと印象変わりますね、前のお顔と、うんうん、そうだね、なんかちょっとプリン型になってますね。プリン型になってる、お尻大きめ、しっかりめの張りがありますね、お尻に、うんうんうん、でちょっとね、中も見ていきたいと思うので、ゆきちゃんに開けてもらってよろしいでしょうか。お願いします。開けます。はい、あ、オープンボタンですね、ポチッと、うん、おー、はい、おー、結構スイフトってもの入るんだよねっていうのが、おこれは7個入れるんじゃないかな、の方がこれは、お願いします、お願いします、よいしょ、あ、いけるね、全然余裕、全然余裕ですね、久々に見たこの7個最近やってなかった、最近ね、あ、ちゃんとフックある、フックありますし、こっちにもある、なんかがこれなんだ、これ取れるやつかな、なんだろう、シューズとかが入ってそう、あ、ちょっと怖いから、まあなんかカバーはしてあります、うん、余裕だね、全然なんかもう言うんですよ、さよならさよならこのまましまえちゃいそう、ちょうど1体は、こう1体は、そう、結構下に深い感じだから、そうですね、確かに、物語を持っており入るんだよ ね、20センチぐらいは結構深さがある、深さがありますよ、しかもここやっぱ低めだから、うんうん、元々の高さがこう荷物出し入れしやすそう、確かに確かに、そうですね、車によってはこう高くて捨てづらいのがあるんですけど、うんうん、ここはかなり、マジで中を見てみますか、はい、見てみますか、レッツゴー、はい、じゃあ中もしっかり座りながら見ていきたいと思います、よっこいしょ、私が後ろに、失礼します、私が助手席に、失礼します、おお、およ、なんかすごい、おお、なんか今鳴ってたよね、しかもコヨンってコヨンってなってた、ミスター、失礼します、ほう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 、おお、あ、すごい包み込み感すごい、いい感じでなんかね、サポートがあるね、そうなんですよ、確かに助手席、ここすごいよね足のここの部分、これしかもでも意外と硬いけど柔らかいんですよね、クッション性すごい、うん、枕に良さそう、ここで寝るの的な、すごい包み込まれてるわ、なのこちゃん今ドライビングポジション取ってる感じ、ほぼ、え、めっちゃ後ろ広いな、あ、本当ですか、うん、後ろも、私なんかちょっと足組めるぐらい広い、本当ですか、うん、ちょっと後ろにする、この辺だと、はい、みんこの辺かな、この辺でもいいかも、これでも全然広いね、うん、足もちゃんとこのもう隙間が拳2個ぐらいはあるし、2個2個ぐらい空いてる、ね、足先も下に入れられるんで広い、思ったより、なんかやっぱシンプルですね、うん、確かに作りもこの辺のボタンスイッチとかも割とシンプルで分かりやすい、うんうん、すごい懐かしいディスク、ディスク入れるとこあるよこれは何のディスクなんだろう、まあ、CD 入るのかな、多分 DVD とかお子さん見たりしたりする時あるもんね、しかもモニターもちゃんと、にしても懐かしいね、懐かしい、まさかのリバイバル、キラ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 マニュアルです、マニュアルです、へえー、はいはいはい、大丈夫か、はい、ちょっとあ、でもどう、
さすがですね、さすが。そう、前回はジムニーのねシフトだね、ナナコちゃんは操ってましたが、逆に軽い。お、軽い。あれ、あのジムニーより全然軽いですね。そうなんだ。あとこうストロークが短い感じで、うん、よりこうスポーティーにスパスパ入れる感じかな。そう思うけど変えやすいかもしれないです、うんうんうん、いいですか、サイドは。サイド位置的には、位置的には大丈夫です。私は好きです。うん、私は好きです。はいはい、はい、お、サイドの位置もバッチリと、シーズヒーターもバッチリ、うん、おー、1段階だけど、うん、あとなんかここの角度がなんか運転席向けになってる若干。お、まあ、ちょっとコックピット感がね、包まれ感があるかなと。そう、見やすい。私が運転しますけど、確かにこれが分かりやすい、ね、ここにあるのがありがたいです。うんうん、角度がついてて、はいはいはい、助手席からだとなんかちょっともうちょっとこっち向いてくれるってやりたくなるぐらいの角度が。ちょっと失礼しますみたいな、ごめんねっつってやりたくなるぐらいの。結構ドライバー目線というか、ドライバーがねやっぱり運転しやすいようになってるかなっていう感じします。なんか結構前のスイフトだともっとこうスポーティーでちょっとごつくていろいろ男性的なイメージあったかと思うんだけど、確かにインテリアにこう白が使われてたりとか、ちょっとねこうテクスチャーというかちょっとおしゃれな、これあれデザイン印刷じゃないんですね。そう、ちゃんとデコボコしてるんですね。おしゃれ。そう、こういうのも入ってたりとか、まあ、今までこう運転するぞーみたいなちょっとやる気を感じさせる、うん、ものが ね強かったと思うんですけど、まあ、新しくなってよりちょっとおしゃれに綺麗になったかな。アクセサリーソケットもあり、うん、USB ちゃんとねあります。 2.0 だけどもちろんあり、うん、ドリンクホルダーがないかな、この辺には。あ、この辺には下に多分ここにまあ入るかなっていうぐらいで、うんうんうん、あとこっちとここもあるけど後ろ用かな。そうだね、後ろにはここと、あとまあドアにも一応ドリンクホルダーついてる、ね、カップあるかな。斜めペットボトルスタイルでこれそう、これいいですね。でもハンズフリーって今ここにあるのか、あの電話、あー、ちゃんと音声認識機能とかね。しかもこれ上げるやつなんですね。知らなかったけど。押すんじゃなく上からこう下からかカチカチ上げるタイプしてるね。こういうことなんだ。へえ、勉強になります。まあ、最新のね安全機能もついてて、はいはい、まあ、アダプティブクルーズコントロールなんかもついたりしてるので高速で、まあ、前の車に前走車に追尾していって、うん、あとはいろいろペダル操作とかも車がやってくれるという。機能もついてたりするのね。モード切り替え、モード切り替えもここでできますね。うん、ほうほう、なるほどなるほど。ライト点灯してます。わかりやすそう、でも。うんうんうん。操作が、うんうん、確かに。これもちゃんと書いてくれるタイプ。ナナコちゃんは書いてないとちょっとわかんなくなっちゃう、ね。わかんなくなっちゃうから。あとこれね、あの駐車するときに真上から俯瞰して見れるようなこう。カメラになってるので、こちらのモニターにしっかりそれが映るから、割と初心者の方の駐車などもとっても簡単にできます。どうですか、駐車は、駐車の自信はめちゃくちゃ苦手です。嫌だ、駐車がなかなかむずいよね。むずいっすね、まあ、そういう人に向けてもね、安心な機能もついてるんで、うんうん、なるほど、いろいろ便利だと思います。まあ、じゃあ今日はさすがにね、あずさんに運転してもらって、うん、いやちょっと前回もあれだったんですけど、うん、あれ行かせてください。あれ今日もそうなの。ちょっとマニュアル車も運転ちょっと2回目なんですけど。よろしくお願いしていいですか。なるほど、じゃあ今日もななこちゃん運転ということで命預けてもらっていいですか。どっち預けます。ごめんなさい、私はちょっと、あー、ゆきちゃん、わー、道連れにしていきたいと思います。ちょっと前回のがレッツゴーレッツゴーレッツゴー。エンジンかかってるのか。かかってるね。あ、すいません。大丈夫だ、いけるぞ。もうやだ。ゆっくりで、ほら見やすいからね、こっちのスイートはね、モニターがね。いけるいける、今回は、うん、できます。あ、しかもちゃんと鳴ってくれるのありがたいね。
感じ、人がいますよみたいな、いますよ、確か見やすいですねこのモニター、そうそう、上からの、そう、だから駐車がめっちゃ楽、確かに楽、うん、いけるかな、レッツゴー、おいよ、うまい、おお、かくんかくん、ごめんなさい、いや全然大丈夫、全然、いや全然だよ多分奈々子ちゃんが思ってるより、そう、ちゃんと発信できてる、そうですよね、全然大丈夫、あ、高さが違うそうだよね、この間のジムニーとは目線の高さが全然違うかも、確かに、あ、でもなんか通常の大きさ乗用車って感じで、失礼します、ちょっと左側だけ見ててもらってもよろしいですか、はい、こちらは全然大丈夫です、右も大丈夫、 OK、 まっすぐで OK、 よくこ通れる、偉いやね、ここだけでも前いませんよ、この坂道も行け、前の人行ってる、よしよしよし、 OKOKOK、 OK、 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 スムーズ、ありがてありがて、いいよ、ありがて、優しくしてポイントがここ叫びましたもん ね、 ねジムニーの時なんか叫んでましたけど、大丈夫、優しくポイントですからね、全然大丈夫、坂道で止まらないでっていう、ね、止まんないで前でお願いだよって言って、はい、ここはね、おお、いいよ、順調です、そう、吐きそうになるね緊張感が、奈々子さんの緊張感がピークになっております、まあでも大事ですね、最初は緊張感持つことも大事です、そうそう、うんうんうん、たまに皆さんも吐きそうになってもらった方がいいですちゃんとね、初心者はこういう気持ちで運転してるんだから周りがもう気をつけようねっていうね、よくわかると、はい、 OK、 いいよ、このアウディの後ろでいいと思います、はい、あ、そう、ここの車線でいいよ、 OK、 ここで、はい、OK、 いいね、いいね、あ、でもいいね、シフトチェンジ召しやすい、さっきよりなんかね、やっぱ、うん、滑らか、そう、ジムニーよりもショートストロークだと思うから、はいはいはい、操作はしやすい、安全第一、うん、あ、でも、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、でもなんかすごいうまく発信できてる、うんうん、二足もうまく発信できてる、うえー、嫌いだよ私、ななこちゃんのこれが好きなんだよね何かあると嫌いだよって言って若干だけど、こうちょっと運転してる時に性格が変わるという、なんかありますよねそういうの、なんか 逆の方向で変わりますね逆の方向、あのめちゃめちゃビュンビュン行くとかじゃなくて、うん、逆にこう安全放棄第一安全守ってないやつ嫌いだよって、嫌いだよそれは嫌いだよそれは、いやすごいなんかスムーズじゃない、うん、スイフト運転してるやつなんだけど、すごいな、確かにジムニーに比べるとなんかスイスイ行ってる、うんうん、なんかいい感じです、いい感じだね、いいぞいいぞ、なんか信号にも巡られてる今確かに止まらないで済んでるご褒美かな、ご褒美でも本当にスイスイ行く、なんかめっちゃいい、軽やかですね、うん、後ろ乗っててもいい感じ、すごい気持ちいいよ、街で発信がうまい、本当ですよね、さっきとだいぶ本当にすごい、スイフトめっちゃいい、奈々子ちゃんが成長したのかスイフトもいいのか、スイフトがいいいや本当にね、車軽いとやっぱ車がこう動き出してくれるから、うんうんうん、演出もしにくいんだよね、吹かさなくても車がスッて出てくれるから、車体の軽さは感じる、そう、すごい、それだけでもこんな運転しやすそうなんだって私も発見ね、こんな違いが出るんだってすごい加速もさ、ね、チューみたいな、なるほどな、上手い人が運転して、言うて2速だし私、うん、今2速、すごいいいね、このままななこちゃんの練習者にしてほしいぐらい、うん、これ鈴木さんっつって、ね、ちょうどいいサイズ感といい、素晴らしいです、上手、はあ、でもなんか本当にクラッチ重いとかたまにあるけど、うん、いや重くないからめっちゃいいですね、お楽、はい、クラッチも軽いよね、あ、言っちゃった、ごめんなさい、大丈夫だよ、もうちょっと慣れたらね、カックンしないんですけどね、ごめんなさい、カックンです最初難しいよね、うん、どこでクラッチ繋がってんだろうっていうのが、はいはい、分かりづらいっていうのがある、そうそうそう、クラッチ繋がってんだろう、マジで思います、うん、ウェイ、ごめんなさい全然大丈夫よ、大丈夫だよ、
っちゃいい。横乗っててもやっぱりこの安心感っていうか、うん、なんかこのシートもやっぱりちゃんとしてるんで、うん、ななこちゃんはそもそもなんでマニュアルにしようと思ったの？でもマニュアルずっとなんか土屋さんの横にいたらマニュアルって言われるし、なんかマニュアルさん乗る機会多いじゃないですか。うん、うちらね、仕事柄確かに。これはもしや。ここら辺でぐるっとできたらしたい。ここでぐるっとできたい。アルファードで練習した。ユーターンできるよ。頑張れ。できるぞ。思いっきり切ればいける。うん、あ、オッケーオッケー。このまま割れるわ。で右折レーンに行ってもらって右折で。うまい。うわ優しい、ヒューヒュー素晴らしい。U ターンできちゃいました。優しいって大事。優しくして。あ、バッコンってなる。今バッコン。でもやっぱりあの、うん、車を気合いにさせない皆さんが素晴らしいと思います。確かにさ、嫌になってもらいたくないよ。それはね、そうです。最近なんか楽しいことありました？楽しいこと。楽しいこと。お、なんだなんだ。なんだろう、 F1 しか思いついてない。さすが。F1 は大きいですよね。モータースポーツ開幕っていう。それはそう。確かに開幕時期ですもんね、今本当にいろいろ。本当にちょうど開幕ですもんね。ちょうど S 帯ぐらいしか開幕してない時期。うん、そうなんだよね。すごいことするな。あんなことできるの。すごいトラックで。トラックはすごい。ゆきちゃんは何かあったんですか？楽しいこと、楽しいこと聞いといてないっていうか。楽しいことですか？あ、でもまあお花見とか行きました。楽しいことじゃなくてもこれは行けるか、行かせて、行かせてほしいか。すみません、頑張ってもらった方がいいか。頑張ってます。多分右折信号も出るからこの辺なんかもう全部行ってからでいいと思います。そう、急がば思われ。もうみんな怖いだろうな、もう途中でやめるんだろうな、この会場。やめないで。むしろ見たい、なんだこの運転が見たい人が、うん、視聴者がいっぱいいるから盛り上げてくれるはずだ。頑張ってもろて、きっとみんな応援してくれてる。うん、まあ1年後どうなってるかですよ、皆さんお願いします。スムーズに運転できちゃってたりして、やっぱりでもなんか寄り添ってくれる子ですよね、スイフト。うん、優しいし、うん、初心者向けでもある。うん、多分操作とかはしやすいし、本当にマニュアル車で今現行モデルである中の乗用車では一番こうノーマルでスタンダードで、初心者の人とかが運転するにはすごい一番こう勉強になるし、いいモデルだと思うんで。確かに、めちゃくちゃ運転はめちゃくちゃしやすい。あと初心者の人じゃなくても普通になんかもう実用性あるからいいですよね。普段使いがしやすそう。すごい。そうだよね、コンパクトカーだけどやっぱ車内も広いし、うん、後ろも広いし、荷物もいっぱい詰めてめちゃくちゃいい。実用的だし、かつなんか運転してると気持ちいいなみたいなので。確かにね、その楽しさはねありますもんね。ちゃんとそのマニュアルもあるから、まあ、いろんな人に結構おすすめできるというか、幅広く運転万人向けする。スイスポーとか言うとなんか本当にレース好きな人しか無理ですよねみたいな、たまにいるけど、私もそうだと思ってたけど全然いける。カラーも可愛いしな、ね、色もね、見た目いろいろ選べていいですよね。ビジュアルも女子受けするし、そうそう、優しくしてくれるのが一番嬉しいです。車で優しい。今日はね、今日はもうその名言につきます。優しくして寄り添ってくれる車、いや大事だね、それは。初心者には大切、うん、で多分あのアズさんとか、うん、こなれたクロートの方々にも楽しんでいただけると思いますよ、うん、そうだね。いや私もちょっと乗せてもらったけど、やっぱ運転してるとこんなに軽くてスイスイキビキビ走れる車ってやっぱ今かなり少なくなってるから、あ、確かに、あ、なんかこういう楽しみが未だにできるんだと思うと、うんうん、やっぱスイフトいいなってなりますね。なんかアクセルの伸びがいい。うん、いやマジでスムーズだもん。そうなんだよね、すごい。さっきカクンカクンなりますけど、なっても
なんか意図思ってるよりカックンしない。いや全然してない。下手くそでもしてないしてない。これなんか一緒に乗ってる方はそんな感じ。なめちゃくちゃスムーズな感じ、うん、滑らか。苦手な人でも優しく、これだったらちょっと練習しようかなってなる多分みんな。乗りたくなる、乗りたくなる。ちょっと今日車乗って運転するかみたいな、うん、腰が上がりやすそう。そう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 、いいね、うん、あんまりエンストもしにくいと思う。うんうん、軽い車はね、エンストしにくいというか、車が勝手にスッと出てくれるから。よっこ一緒な感じしないから。そうそう。エンストしづらいのもいいポイントだよ。間違いない。じゃあ1個、基準として重量とかも結構やっぱ大事ですね。その運転のしやすさにつながってくるというか、うんうん、重たい車と軽い車だったら。そうだね。まあやっぱスイフトとか、他のマニュアルで言ったらロードスターとかも軽いけど、まあ、そのあたりはやっぱり、車が本当にそんなにこう吹かさなくてもスッて車が出てくれるからすごい運転しやすいと思う。やっぱ迷っちゃいけないんじゃないの。迷ってることがあるの。いや、なんか車線とか迷わずに行ってから考える。そうだね、やってから考える、それが必要。いずれ多分右折をするんだろうなと思うので、またアウディ側のレーンに次は安全な時に行けば大丈夫。あと初心者のあともう一個悩ましいところが、やっぱその道をあんまりまだ分かんない、知らないっていうのが結構その運転してて不安要素ではありますよね。確かに道が分かんないのは怖いよな。そうなんですよ。だからその先読みができないというか、その奈々子ちゃんもさっきあったみたいに、うん、あ、そうだここで右折なんだとか、うん、その気づくのがやっぱちょっと慣れないとこう出遅れてしまうというか、うん、そうだよね。そういうところも含めて、うん、まあもちろん安全運転は第一なんですけど、なんかこう道をねこう覚えるっていうのも一個大事ですよね、運転する中で。そうだね。結構やっぱ一般道もそうだけど、首都高とかになってくると本当に複雑で、うん、右行くんだか左行くんだかとかって、あ、いやもうダメだ通り過ぎたみたいな。もう分かんないくなっちゃうんですよね。首都高の通り過ぎマジでしんどいっすよね。いやそう、難しい。私も前慣れてない頃は、あ、で間違えたみたいな。あ、過ぎちゃった。そうで、これどこ行くんだろうみたいになる時あったから。いや本当そうなんですよ、ね、知ってるって落ち着けるし、うん、それで運転も楽になるのは絶対あるもんね。そうなんですよね。まあ、何でも慣れだね。確かに慣れだな、これ。慣れだね、何でも。怖ってなる。はい、ということで、今回は2回目の女子会マニュアルドライブ、行ってきて。ありがとうございます。こうさ。いや、でも2回目っていうか、そういう人めっちゃ上手。めっちゃ上手でした。この間からの急成長が半端ない。いやでもスイフトがすごい。おお、そうだった。スイフトが優しい、初心者に、うん、めちゃくちゃ優しいから私もなんか預けられるし、なんならカックンってなってもそんなに思った以上にカックンなんない。で全然気にならなかったでしょ、ね、そうそうそう。エンストもしづらい、うんうんうん、やっぱね、はい、結構車重が軽くてスイスイ走ってくれる車なんで、やっぱ私も結構運転したんですけど、うん、やっぱこう一足入れてからのこうスッと発進してくれる感じとか、あと加速感もね、うん、結構スムーズにファーって加速していくので、うん、全然3気筒のエンジンでもパワー不足感じないし、かなりスムーズにスイスイ楽しく走れたかなと、うんうん、思います。どうでした？普段使いにはね、うん、マジでもうこれ本当にこれ1台あったらもうマジでいいです。本当だよね。楽しめるし、運転も楽しめるし、うんうん、そういういろんな使い勝手もいいし、うん、であと助手席今回乗らせてもらって、うん、やっぱりこうホールド感というか。そうだったよね。うん、このよっ高さはそんなにないんですけど、空間がなんか結構広めに感じるっていうか、うん、居心地良かったですね。そう、見た目はコンパクトだけど室内が結構広々してるし、荷室もいっぱい入るしで、確かに、いや白、ね、初心者ベストモデルだと思うんで。そう、確かに初心者ベストモデル。そう、なんとこ第一7個認定。7個認定、はい、いやぜひこれで7個ちゃんさらに練習してもろて。練習したいです。お願いします。いや次何かな、次のマニュアルも楽しみだな。じゃコメント欄にこれおすすめですよ。
いやね、次戦多戦次戦多戦ありありでありで、いやでも楽しかったね、女子会ドライブ、うん、次回もぜひ行きましょう、どっかまた、イエーイ、新たなこの動画が面白いなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。コメントもお願いします。待ってます。